According to Sumerian mythology, it is written in the tablets about Inanna, who came down to Mesopotamia as follows. Neti asked, "Who are you and where are you from?" Inanna answered, "I am the queen of the land where the sun rises." Then Neti asked Inanna again, "If you are Inanna of the land where the sun rises, why did you come here?" シュメール神話のイナンナの冥界下りの一節には次のようにあります。冥界の大門番のネティは清らかなイナンナに答える。お前は誰だ、お前は。私は太陽が昇っていくところの天の女王です。もしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならば、なぜあなたはやってきたのですか、不気の冥界謎へと。ここが重要です。繰り返します。お前は誰だ、お前は。私は太陽が昇っていくところの天の女王です。もしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならば、なぜあなたはやってきたのですか、不気の冥界謎へと。ここで言う冥界というのはメソポタミアのウルクであることは言うまでもありません。次のページには次のようにあります。エアンナ神殿で、英語表記名エナ神殿で、エナ神殿で。そのウルクには少し離れたところにエナ神殿が設けられていました。その壁画の一部です。ここに表現されているのは言うまでもなくイナンナです。右がイナンナです。左がウルクの壁画です。比較してみてください。つまりシュメール神話でいうところの冥界というのはメソポタミア周辺であり、そしてイナンナがやってきたところはウルクだったということになります。ウルクのエナ神殿であったということになります。広志林、ハーママスリー、ジャパン。東京在住の T.M. さんという方がこんな本を届けてくださいました。その本の一節にイナンナの冥界下りという神話が載っていました。この神話は日本人の私たちにとって大変重要な内容を含む神話です。翻訳なさったのは杉勇氏と尾崎徹氏です。その本の中にイナンナの冥界下りがありました。もう一度皆さんにその一節を確認していただきたいと思います。そこにはこうあります。冥界の大門番のネティは清らかなイナンナに答える。お前は誰だ、お前は。私は太陽が昇っていくところの天の女王です。もしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならば、なぜあなたはやってきたのですか、不気の冥界謎へと。
ここが重要です。繰り返します。お前は誰だ？お前は。私は太陽が昇っていくところの、繰り返します。私は太陽が昇っていくところの天の女王です。もしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならば、繰り返します。もしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならば、なぜあなたはやってきたのですか。不気の冥界謎へと。今さらこの一節の持つ重要さを説明するまでもありません。私林博士が縄文土偶イナンナ説を唱えてすでに5年以上になります。2012年の終わりです。その縄文土偶イナンナ説の証拠がシュメールに残るタブレットの中に書かれていたということになります。では皆さんをウルクのイナンナ寺院へ案内します。ここがウルクです。そのウルクの一角にイナンナ寺院がありました。別名エナと呼ばれていました。現在はペリガモン美術館にその壁画が所蔵されています。その壁画にはイナンナが彫り込まれています。右がイナンナ像です。マリで見つかったイナンナ像です。同じであることを確認してください。ついでですが、だんだんスカートになっている点にも注意してください。このだんだんスカートが日本の埴輪の原型となりました。それは別のところで証明しました。これがイナンナ、別名イシュタ、ヘブライ名はマリアです。これがウルクですけども、その一角にエナンナ地域がありました。エナ地域と呼ばれています。英語表記名はエアナ、エナとなっています。注意深くご覧ください。 It is clear Eanna was dedicated to Inanna from the earliest Uruk とありますね。この Eanna がイナンナ、イナンナがエアナ、つまり Eanna がエナにつながり、そしてイナンナは日本の甲府のイナポンチへとつながっていきます。そのイナンナは太陽が昇る国、すなわち日本から来たと、シュメールのタブレットにはそのように書かれていました。シュメールの時代から日本はすでに火のイズル国と表記されていたというのは大変興味深いことです。そしてその火のいずる国はまさしくこの日本でした。続く動画の中でそれを説明します。